天領奉行の公務を執行しているのだ。私がいるのは当然だろう。いや、サラのことじゃなくて、金融野郎、倉庫にいた怪しい外国人って、まさかお前のことだったりしないよな。ごめんね。結果から見ると確かに僕のことみたい。そこの容疑者言ったはずだ。窃盗と密航の疑いが晴れるまで勝手に口を開くな。旅人パイモン、お前たちはこの自称吟遊詩人の門戸人を知っているのか。サラ、オイラたちが知る限りこいつは多分窃盗と関係ないと思うぞ。でも密航ってどういうことなんだよ。この者は姿の彩り祭の客人であると自称しているが、招待状を持っていないんだ。故に我々は密航を疑っている。何しろこの者を見つけた場所はセーリングブリーズのダンディライオン種を保管している貨物の中だったからな。事件解決に有益なことであれば別に構わない。金融野郎、お前まさか本当に見…久しぶりの再会なのに会って早々疑いの眼差しを向けられるなんて。ああ、前に君たちも同じような方法で稲妻に着いたって聞いたからてっきり分かり合えると思ってたのに。同じような方法？冗談さ、安心してよ。僕に招待状を送ってくれたのはシャブ業の神里綾人。こんな情報を知っている人が密航者である可能性は低いでしょ。でもだったらなんで吟遊詩人たちの船に乗ってなかったんだ。もちろん招待状をもらってから早く稲妻に着きたかったんだ。ちょうどダンディライオン種を運ぶ貨物船に出くわして彼らと一緒に出発したんだ。船長とすごく気が合っちゃって途中で美味しいお酒をたくさんおごってもらったんだよ。多分だけどダンディライオン種と稲妻のお酒を飲み比べているうちに貨物の中で寝ちゃったのかもね。それで目が覚めたらこの倉庫にいたってわけで、そこの天領奉行の大将さんが虎視眈々と木箱の上から僕を睨んでたんだ。確かに金融野郎の言ったことは真実味があるけど。すみません、私は被害に遭った八重堂の者なのですが、いくつかお聞きしても、先ほどあなたはずっとこの倉庫にいたとおっしゃいましたよね。でしたら、そういえば確かに周りで足音がしてたような気が。それも一回じゃなくて何回もね。でも僕は別に変だとは感じなかったよ。音がしたのに変だと思わなかったのですか。ふん、なるほど。アルベド、何か分かったのか。窃盗と聞けば鍵をこじ開けたり物を荒探ししたりする行為を連想するはずだ。だが今のウェンティの話は、それにここは倉庫だから毎日大量の貨物が出入りしている。足音が聞こえるのも至って自然なことだ。つまり紛失の件は手がかりなしということでしょうか。いや、そうとは限らない。さっきの事実から少なくとも3つの結論を出すことができる。1つ、小説を盗んだのは気まぐれな盗賊ではなく、初めからそれらを盗もうと企んでいたもの。2つ、犯人は倉庫に非常に詳しく鍵を…さすがだね。小説はとても重いから単独犯が短い時間で運ぶのは難しい。きっとウェンティは明らかに犯人の特徴と異なる。うむ、その推論に賛成しよう。平山編集主任、天領奉行は引き続き倉庫の関係者を調査する。もし何か手がかりを手に入れたら。はい、わかりました。よろしくお願いします。じゃあ僕もこれで。待て、確かに窃盗の疑いは晴れたが、合法的な手段で稲妻に入国したかどうかの結論は出ていない。あちゃー、残念。さっきみたいにごまかせると思ったのにな。サラはすごく厳しいからな。
招待状はあるのか？えへ、ごめん、どこにあるのか思い出せないや。どう考えても大事なものなのに。大事なものだということはもちろん知っているさ。だからずっと手に持ってたんだ。僕は荷物も持ってないし、ポケット。おかしいな、確かに飲みすぎてたけど、ちゃんとしまった記憶があるんだよね。その時は自分の思いついたアイディアに満足していたほどだったんだよ。ずっと手に持ってたのに、なんでまたしまおうとしたんだ。僕はすごく真剣にモンドのお酒と稲妻のお酒を飲み比べていたんだよ。そしたら両方の手にグラスを、つまり招待状を手で持つことはできない。それに忘れてしまってもいけないから、適当な場所にも置け。どうやらあそこしかないね。君も気づいているんだろ。おい、お前たち二人とも招待状がどこにあるのか分かったのか。あ、そうだった、さすが君だね。確かにシャブ行が送った招待状だ。客人の身分についてこれ以上疑う余地は。しかし今晩からは万国商会に滞在していただけると助かる。では私はこれで先に失礼させてもらう。サラ行っちゃったな。オイラたちも平山編集主任に資料をもらいに行こうぜ。平山編集主任、僕は今日会う約束をしていた白亜だ。おお、白亜先生でしたか。稲妻にいらしたばかりなのにこのようなことになってしまい、本当にも。こちらがご下船の資料です。我々が探し出せた情報は全てここに。どれ？うん、僕の予想通り、水光や葵の大きな五花線物語はここに至るまで数多く伝わってきた。しかし今となってはその具体的な内容、ともかく五花線物語のほとんどが似たような形式で書かれていることが分かった。アルベド、その情報って絵を描くのにも役立つものなのか？確かにアイデアは得られたね。だけど一番重要な申し訳ございません、これらの資料は確かに詳細に書けるものです。しかし今のところこれですが、八重様はこのようにおっしゃっていました。五花線の伝説は千編版ですので、白亜先生も心のままにご自身が面白いと思うもの。確かに巫女が言いそうなことだな。編集主任、心配しなくていい。絵のことは僕が何とかし。ありがとうございます。それでは白亜先生にお任せいたします。それから明日の朝、珍集集見録の作者陳玉先生が船で稲妻にと、小説が回収できるか否かに関わらず八重堂は最善を尽くして新刊。ありがとうございます。ではまた。どうやらここでやるべきことはもうないみたいだな。そんなところで何やってるんだ？置いてっちゃう。旅人、アルベド、こっちに来てくれるかい？面白いものがあるよ。